はい、どうもこんにちは、沖縄の鈴木です。さあ今日もやっていきましょう。タクティクスオーガリボン、昨日の続きからっす。昨日のやり直しからっす。もう今回もね、またあの彼女死んでほしくないんで。さあというわけでやり直しです。タイムマウスのが行くっすよ。いろいろとね、装備をね、合成でまあやったんだけど、難しいな。お金がなくてあんま作れなかったっす。んで、これでいいかな。今回の条件はなんだっけ。いや、ナイトを入れて勝利。はい、回復効果の魔法実行。バフカードを獲得。大丈夫か。はい、じゃあ、いきます。今回こそは死なせないぞ。お前前出すぎなんだよ、本当に。もう一人でどんどん前に行っちゃうからさ。AI 勝手にやんなよ。久しぶりだな、ネニム。また会えて嬉しい。昨日もあったよ。無事で何よりだ。まあいいんだけど、さあ。稼ぎなんぞに殺されたんじゃないかと。ずいぶん心配してたんだぜ。よし。あなたがどうしてここにいるの？聖騎士様は、聖騎士様はどこ？バイスではないか。なぜここに？スウォンジーにいたのではないのか？なんだ、アロソールじゃないか。お前死んだって聞いたぜ。いや、昨日死んだ。レオナールの命令を無視して。てか、この間も死んだ。死んだからセーブしてないところからやり直して。まあ、アロソールが死なないルートで頑張ってるっすよ。お前も俺たちを裏切るんだな。なんか2日に一遍は死んでない、この子。この戦争の勝者は決まったようなもんなのに。私は祖国を。どうしたらこの子死ななくなるんだろう。死にまくりだよ。裏切り者が誰なのか、それを確かめたいだけだ。なぜバイスがここにいるんだ。ランスロットさんはどこだ。おめでたいやつだな。お前は騙されたんだよ。そうっすか。俺の流した偽情報にこうまで簡単に引っかかってくれるとはな。目当てのゼノビア人はいねえよ。今頃はライムで酒でも飲んでるんじゃねえかな。ライムで酒ってどういうのなんだろう。逃がしはしないぜ。お前たち兄弟にはここで死んでもらおう。バルマムッサの生き証人を残らず殺せという。これ弁護。お前も訴えられると迷惑だな。バルマムッサに。バイス、お前もあの時いたのか。いたよ。毎年レオナール様と一緒に。てかアロセールこうやって見てさ、耳のところにかぶら下げてるやつ。何も知らなかった。でかすぎ。重くないかな、これ。何も聞いていなかった。耳たぶん伸びそうな気がしてきたんだけど。てか、なんで俺はそんなところばかり気になるんだろう。なんてことだ。そうまでして勝たねばならないのか。知らなければよかったか。でもお前は知ってしまった。真相お前にはできないだろう。血まみれの男と一生暮らすのはな。ならお前も死ぬんだな。さてよし、奴らを皆殺しにしろ。情けをかける必要は。困ったもんだ。どうしたらいい？どういう作戦で動こう？バイスに向かって全員で突っ込む。これが一番いいかもしれないけど。また来たか。
あ、今日はちょっと下がってくれた。あれ？前回もここまで下がったっけ？で、この後前に出始めて、まあ、やられちゃうという。あんまりこう離れないような動かし方がいいのかな？どうしようかな？こいつは。何人かは武器新しくなってます。けれどもうお金がありません。ダメだよ。少しでも削る。取りやがったか。届かないっす。誰に？ああ、そっちか。ほらもう。心拍、こっち行って、回復やってくれ。この子が死んじゃわないように、ついてって。また味方にやってしまったしょっちゅうやるかす。いけるかな？
だから本当に勝手に動き回るんだよ。もう これは先にこいつをやるべきかどうしようか。うーん、どっち行こう。こう言ってこれでもいいんだけど、まあいいや。デニムに行かせたかった。どうしましょう。取られたよ、おい。取られたよ。もう取り返す。取り返せる。あれを取りに行くつもりだったね。いける？いけるな。拾えなかったよ。残念でした。おい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 、40、67、86だったらもう、サンダーフレアでこいつ86、あ、77、こいつやりたいよね。どうしよう、ドイツからやろう。やっぱこいつか。
もうこのままバイス狙いでいってもいいような気もしないでもないが、どうしようかな。行くか。うん、おい、バイスの方に行けよ。もういいんだけど。うん、もう行く？行っちゃおう。117、195、行け。魔法の使う方が強いんだよな。バイスには届かない、93、ヒールじゃない、216、 OK。 デニムがどこにも行けない。この辺り拾っちゃうか。それで、なんかない。一緒投げる。よし。まあいいや、はい。うん。アイスプリズン100、ヘビエックス、はい、アイスプリズン。今、魔法の方が本当に強い。うん。死ぬなよ。もうなんかみんながね、あの線未来に動いてるような気がしたり。ヒールすんじゃねえよ。あ、よしよし。こっから行けるか。行けません。うん、いけません。うん、いけんのはもうこいつ家持ってきて、もう
多分このターンの間にバイス倒せると思うから。やっば、なんでおめえバイス狙わねえんだよ。40?91。 ただちょっと場所が悪い。とりあえずここで隠れた。やった。ここはひとまず退却だ。やったし、今回は一人も倒れることなく。おお。すでに退路は立った。逃げ場はない。え？降伏はさせんぞ。お前だけはこの俺の手で殺してやる。やめてくれ。勝った。やっぱり合成で武器を強化したっていうのが結構良かったな。卑怯者め。だが逃げても、地の果てまで追い詰めてバルマムスさんの償いをさせてやる。これでやっとデニムが無罪だって分かってくれた。なんか言ってよ。あ、よかった。あなたが正しかった。あざす。これで仲間になる。お、素直に謝罪しよう。このまま。やった。このまま私の命をあなたに預けておく。よし、演習でレベルアップしようね。よし、うん、敵の援軍が来る前に撤退する。クリザローまで引くんだ。クリザローってどこだ。うん、とりあえずボーナスタスク達成。うん、やった。勝った。死者を出すこともなく。うん、あ、ロセールレベル14じゃ。レベル上げできないのか。もちろん仲間入ってください。加入、はい、お願いします。よーし、クリザロまでここまで行く。え、ちょっと待て、ちょっと、いや、いいんだけどさ。違う。まずい、セーブしたかった。続けていっちゃいますか。けど、どうしようどうしよう。続けていくしかない。642。うん、でロムボプラス1。よし、装備はまあなんとかなってるか。うん、続けていく、行くしかない。行くよ、今日は。まったくミスったよ。セーブしようとしてクリザロの街行っちゃったって。ショップも探したかったんだよな。まあいい。ゴリアテの英雄殿のお出ましだ。バイスの言った通りであったな。ほう。やはり、貴様はデニム配下のものだったな。単身で石膏の忍とは、その勇気だけは褒めてやる。どういうこと？
様の仲間をこの通り捕らえた。残念だったな。誰だ、あの騎士は。誰だ。姉さんは知ってるか。見かけない顔よ。あなただって偵察に誰かを派遣した覚えはないでしょ。この男を向こうへ連れて行け。誰だ。ここが貴様たちの死に場所となろう。え？はい。俺様の面汚しも覚悟するがいい。騎士ガナッシュを倒せ。明日進める予定の場所をやっちゃう。はい。届かないよ。とりあえずここでいいや。このガナッシュってやつもどんどん前に出てきてくれるやつだったら楽なんだけどなーと。これ今誰？デニムか。もういけるか。よし、こいつしか狙えないね。姉さん前に出すぎだ。一人で行くな。バスター、届かない。どうしようか。
一応届く。魔法系はもうちょっと。いや。今回のボスがさ、前に出てこないのが嫌だ。前に来いよ。拾う？拾っとこう、もう、どうでもいいや。どうでもいいやっていうのも変だけど、まあこれで、敵に取られるよりはいいよ。反撃は？来ないな。結構ダメージ受けたよ。バサークされると攻撃力が強くなるんだな。やばい。どうしましょう、どうしましょう、どうしましょう。あれ、どいつを狙おうとしてたんだろう。こいつじゃないよ。こっちだよ、こっち。バスター。もうちょっと前まで行きたかったな。ダメだよ。狙える？あ、いけるか。ちょっと待って、アイスプリズン321。はい、行け。はい。これをやるべきか、こっちを狙うべきか。
本当はこれを拾いに行きたいような気もするんだが、どうしよう、こっちだ。うん、ここに乗れればよかったのにな。あ、前に来てくれた。あれ間違えた。ああいいんだよ、もうしょうがない。そっち行ったか。まずい。まずいまずいまずい。157デッドショット2だと181。はい、デッドショット。おいおい、125サンダーフレアは、はい、こっちだ。あ、これ敵じゃん。しまった、気がつかなかった。ごめん。ブラックダウン、ああ使えねえ。はい、また一体撃破。
やばい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 。どうしてくれよ。こいつをやるべき。134、126。あ、近すぎた。ごめん。うん。よし。こんなの取っちゃってもしょうがない。行くぞ。こいつやりたいんだよな。けどどうしよう。行く ?192 違う、ぶったたくと99。はい、だからって、横に敵がいるんです。あ、届かない。なんでこいつの存在はすぐ忘れるんだよ。もういいよ、もういい。はい。こっちだな。またバーサーク。やばい。あー、神父。あ、まだ生きてた。ギリギリ生きてる。やば。あー、一人取ってられた。さあ、じゃああと3ターン以内にやるぞ。
ダメっす、ダメっす、ダメっす。どうしよう、どうしよう。魔法使えねえの、今。離れた。いや、こっちできるし、よいしょ。あ、神父。離れないとまずいんだよ。これで一人倒せる。取られたし、まあいいや。大丈夫。あ、よかったよかった。なんか拾ってるし。これはどういうやつ？2回攻撃で敵に、相手にダメージ与える。これ、78。普通にやるとな。2回じゃないじゃん。離れないとダメ？1？ まあいいよ、はい。おい。202？ お？ 324。 72、 121。魔法の方が強いという、いいんだよ、いいんだよ。やばい、神父。あ、神父じゃなかったのか。届かないんだよな。拾っとくか。とりあえず誰かをヒールできるかな。
いつ何してる、こいつがヒールやったらやばい、気持ち悪い。大丈夫か、やばい。あ、また神父が、神父が死んでなかったよ、ということ。生き返らせたのか。はい、オッケー。けれど、アーチャーにとっていい攻撃って。どれもこれも当たんねえんだよ、もう。邪魔だ。違う。いけるか。よし。30人？ちょっと待って。12。少しでも減らす。48。こっちは38。次はアロセールか。こいつもない弓なんだよな。けれどいけるか。 1？ 少しでも減らす。役に立たねえ。やばいよ。28。硬いなあ。やば。え？ 80、 いけるか。勝った。裏切り者の手にかかると。無念だ。ボーナスタスク達成。明日やる予定のところまで今日終わっちゃいました。まあいいよ。まだね、レベルキャッパって。まあレベル中、まあこれもいいとして、誰だお前。ほう。バレリア解放戦線の騎士だ。バレリア解放戦線。あのシステム。あの組織。ああ。そうか。うん。ライムでシスティーナを救ってくれたのは君たちか。そうだよ。現在。うん。君たちが窮地に立たされていることは各地の同志から聞いている。ほう。ここで会えるとは思わなかったかね。すまないが、僕らにはあなたと話している時間がない。かといってどうしたらいいかわからない。公爵の追っ手が近づいているんだ。一刻も早くライムへ行かなければ。ライムへ。どうやってライムまで行くつもりなんだい。その戦力では公爵の包囲網を突破できないだろう。できないの。
無謀なことはやめた方がいい。うん。しかし、このままこの町で手をこまねいているわけにはいかない。どこ行こう？お、提案。海賊どもに捕らえられた仲間を助けるのを手伝ってほしい。ほう。奴らに奪われた我々の船を取り戻せば、船か。目的地まで君らを送ることができる。どうだい？悪い話じゃないだろう。いい話だと思うよ。随分と虫のいい申し出ね。しかし、うん、君たちには選択の余地がないはずだ。違うかい？まあね。確かに陸路を進むのは無理だろう。船ならなんとかなるかも。やつらはこの先のクアドリガ砦にいるはずだ。人数も多くない。うん、わかった。協力しよう。よし、仲間。仲間感謝するよ。 AI かな。まあそれも仲間増えたわ。一緒に行ってくれるんだよね。彼を信じるの？彼はあのバレリア解放戦線のメンバーなの？まあそうしかないじゃん。僕らには彼の言うことを信じるしか生き残る道はないんだ。人の弱みにつけ込むような話は私は気に入らないわ。お姉ちゃん、そんな言い方はよしなよ。彼だって仲間を助けようと必死なんだ。だって気が強いね。何でも気に入らないのさ。え？自分の思い通りにならないことはね。巨大円か。おう、ゲストとして舞台に参加します。まあいいじゃん。はい、つうわけで、ユニオンレベルアップしました。ショップに新種、最後の一つが読めなかったけど、はい、OK。次はこっち行く。はい、つうわけでね、とりあえず今回は、こんなところで終わります。セーブできるよね。はい、こんなところで終わります。よかったらね、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それじゃあ、また、お疲れ様っす。